第5世代ステルス戦闘機の最高傑作と評される F-35 ライトニング2ですが、その一方で、戦闘機史上最も問題が多く、最も金がかかる戦闘機とも言われています。2021年当時の米空軍参謀総長で、米軍のトップである統合参謀本部議長も歴任した、チャールズ・ブラウンは、比較的ローエンドな任務で F-35 を使うことは、毎日フェラーリで通勤するようなもの、と発言するなど、その経済性の悪さが指摘されています。ということで今回は、F-35 ライトニング2の運用にどれだけのコストが必要で、なぜ莫大なお金がかかるのかを解説していきましょう。F-35 ライトニング2は、タイプにもよりますが、1機あたりの価格は120億円前後で、これは、その他の西側の 4.5 世代戦闘機と比べてべらぼうに高いわけではなく、ステルス機ということを考慮するとお得感すらありますが、その維持管理費を含めると話が変わってきます。米軍では、今後数十年間で約1兆7000億ドル、約260兆円を費やして、2500機近い F-35 を購入すると見られていますが、その資金の大半は維持、管理費に充てられることから、当時のトランプ大統領なども、F-35 のコストは制御不能だと述べて批判しています。具体的には、最新の 4.5 世代戦闘機である F-15EX が、フライト1時間あたり260万円ほどのコストがかかるのに対し、F-35 はその約2倍の600万円近いコストを必要とし、これを年間の出撃回数や時間から算出すると、1機あたり年間8億円以上の維持費が必要となります。また、F-15EX の運用寿命が2万時間ほどに延長されたのに対し、F-35 の運用寿命は8000時間しかなく、もろもろ踏まえて高コストの機体と言われています。それではなぜ F-35 はこれほどまでに運用コストが高いのでしょうか。まず、ステルス機の運用コストが高い一因として、一般によく指摘されるのがステルスコートの維持費で、F-35 についてももちろんこの点は否定できませんし、特に艦載型の F-35C や F-35B については、塩害の影響でコーティングの腐食が著しく、メンテナンスの大きな負担となっていますが、高コストの大元の原因は、高い機能と汎用性を追求した結果にあります。F-35 はその本質上、あらゆる種類の軍隊で運用することができ、様々な搭載兵器を使用して幅広い任務を実行できるという、万能な戦闘機として開発され、事実上、最終的には F-16 ファイティングファルコンを含む、米国の有人戦闘機の全てにとって変わる存在となります。そもそも F-35 を開発するきっかけとなった統合打撃戦闘機計画は、空軍、海軍、海兵隊、そして同盟国のニーズを満たす単一の新しい戦闘機を開発することにより、全体的なコストを抑えることが目的でした。よって、F-35 という共通の機体をベースに、それぞれの目的に応じて、従来の滑走路で用いる空軍型の F-35A、海兵隊用として短距離離着陸能力を持つ F-35B、折りたたみ式の翼や、より強化された着陸装置を持つ F-35C という3種類のバリエーションを持っています。ところが、このように汎用的な能力を持たせた機体設計と、それを実現する複雑なプログラムのため、米軍内でメンテナンスすることが難しく、開発元のロッキード・マーチンや、先端技術を扱う業者に委託せざるを得ず、巨額の外注費が発生しています。また、そのメンテナンスの費用や複雑さから、2023年時点の米軍における F-35 の稼働率は約 55% と、目標の 80% から大きく下回っています。国防省では、これらの問題を解決すべく、F-35 の保守修理が可能な軍施設の建設を進めているものの、それも遅れており、民間業者からの技術移管に関しても、まだ具体的な計画はまとまっていない状況です。日本においても、
F-35 の機体拠点として、三菱重工業小牧南工場が、エンジン整備拠点として、IHI の瑞穂工場が稼働していますが、日本においても、装備品取得プログラムの分析結果から、米国と同レベルの維持費が必要なことがわかっています。また、F-35 は、巨額の費用をかけて開発、収益させたにもかかわらず、機体トラブルが多すぎることも、コストの面での問題となっています。ただ、トラブルの発生は戦闘機開発においては当たり前のことであり、通常の戦闘機開発では、収益してからが開発の本番と言われ、訓練や実践運用を通して、段階的に不具合のアップデートや、追加装備の運用能力などが付与され、収益後の5年程度で不具合を出し切り、完成形に近づくことが多いですが、F-35 に至っては、初飛行から20年近く、収益から10年近く経過しているにもかかわらず、未だに不具合が多発しており、緊急着陸や墜落事故が頻発している状況です。そして、米会計検査院では、ロッキードがこのような問題に対処するために、調達価格についても年々増加しており、さらには量産スケジュールの遅延、コストの増加、納期の遅れが続いていることを示し、2023年に納入予定だった F-35 の約 60%、97機しか供給できないことが明らかになっています。これは、不具合に対応した新ソフトウェアへの更新によるトラブルが大きな要因となっており、米国防省が F-35 の納入を一時停止するほどの事態となり、2023年の納期が2024年の中頃まで遅延するなど、増大する機能に対応するためのソフトウェアの品質が課題となっています。ということで、F-35 には様々な問題が今もなお存在しているわけですが、その機能面だけを見ると、世界最高の戦闘機とも言われる F-22 をも凌駕する性能を持っており、例えば地上設備や艦船、航空機など周辺のレーダーとリンクを確立してデータを取得し、その全ての情報を統合することが可能で、これにより、パイロットはヘッドアップディスプレイや、AR ヘッドセットを介して、全ての情報を一つの戦闘空間に集約して視界で把握することができるなど、ディスプレイを通じて、機体の底部を見ることすら可能であり、このような F-35 の異次元の視界を、戦闘機のゲームに例える人がいるほどです。とこのように、一般的には F-35 は非常に有能な戦闘機だと認められてはいるものの、ハードウェアとソフトウェアの両面で、様々な問題を抱えていることは事実であり、それほどのコストをかけて運用する価値はない、という一部の指摘もあります。これは、カウンターステルス技術、アンチステルスの発展によるところが大きく、ステルス機を大まかに捕捉可能な L バンド域のレーダーの活用や、ロシア、中国、イランなどの国では、2010年代半ばから後半にかけて、航空機の追跡能力や目標指示能力の研究を加速し、F-35 の探知だけでなく、ここの F-35 の機体を特定可能なレーダー技術を開発したと発表するなど、対 F-35 の研究が進んでおり、その探知が容易になるのも時間の問題との指摘もあります。そこでアメリカ空軍は、既存の F-15 や F-16 より高性能で限定的なステルス性を有し、F-35 より低コストな、第5世代マイナス、もしくは、第 4.5 世代、と位置づけられる、安価なステルス戦闘機を求めている、とも報じられています。これは、F-35 を置き換えるものではなく、F-35 で実行するにはコストとリスクが大きすぎる、空対地作戦や制空権の確保など、複数の役割を担い、F-35 の稼働率を最小限に抑えることを期待したものです。つまり、いつの時代においても、防衛費の縛りがある以上は、最新かつ最高級の兵器だけでは国の防衛は成り立たず、ハイローミックスが必要だということを示しています。日本においても、F-4 を F-35 に置き換えるのはいいんだけど、すべての F-15 や F-2 を、日英共同開発の次期戦闘機に置き換えるのは現実的ではないので、F-15EX とか F-16V とか、4.5 世代機の最新バージョンアップ型とのハイローミックスは必須でしょうよ。
もしくは、ウィングマン、領域としてのドローンが確立されるならそれでもいいけど、ドローン部隊が戦力化されるのは、次期戦闘機の配備と同時か、それより後の話でしょうね。ということで、F-35 について否定的なことをつらつらと述べてきましたが、もちろん異面もあります。最大のメリットは、西側の多くの国が F-35 を採用しているという点。それらの国々とノウハウの共有や、円滑な防衛協力が可能になることから、日本にとっては、確かに金はかかるけど、戦闘機として以上の多くのメリットが期待されます。また見てやるか、という方は、いいね、チャンネル登録、と、新作動画を通知する、ベルマーク、のポチをお願いします。